あ今日はスペシャルゲストがたくさんいると言いました。くまたん、くまたんの彼女だけではありません。皆さん今、テレビで人気のアニメ知ってますか？知ってるそう、実は今日はですねそれじゃない、アニメですよ、アニメ、アニメですからね。今日はなんとおそ松さんよりイヤミが来ています。イヤミさん、イヤミです。こんにちはということで、ちょっと向こうの方でね、二人呆然と見ておりますけれども、大人気テレビアニメおそ松さんよりイヤミがただいま駆けつけてくれました。なんとですね、今日はくまたんたちと同じでオリジナルグッズ付きのおそ松さんシートというものがございまして、さらに T シャツやキーホルダー、缶バッジなどのコラボグッズも販売されております。もうね、大人気で朝から売り切れたグッズもあるそうなんですよさあ、ということでね、せっかくイヤミさんに登場していただいたということで、そう、イヤミさんといえばね、何ですか？つばくろジェジェジェ、ちょっと違うね3回やるの結構大変そうですけれども、イヤミさんといえばね、やっぱりシェーのポーズですよね。さあ、せっかくなのでここでイヤミさんにシェーをちょっとね見せていただきまして、ドアラとつばくろでシェー対決をしたいと思います。どちらが綺麗にシェーをできるか、いやまだちょっとやりましょうよね、どうぞじゃなくてやりましょうよね。じゃあまずは見本ということで、イヤミさんにシェーをやってもらいます。いいですか？これシェーって言った方がいいのかないきますよ、せーの、シェーということで、ちょっと後ろに体重がね、いきましょう、せーの、シェーということで、このポーズでございますドアラとつば九郎もちろん知ってますよね、シェーは笑ってるけどいいですか？OK? OK ねじゃあね、はい、シェーのポーズは片手上げてね、はい、上に上げて、そしてもう片方の手はお腹のあたりですかね、はい、胸のあたりかな、そして足は、足もね片方上げて、はい、このポーズがシェーのポーズになります。 OK? それではね、ドアラとつば九郎にシェーのポーズをお願いしたいと思いますが、スケッチブックいいです、持ってましょうか、はい、 OK、 皆さんもよく見ててくださいね。じゃあドアラとつば九郎はちょっと前の方に出て、そうですね、いいですか、ちょっと端っこすぎるね、ドアラね、もうちょっと真ん中の方、ちょっと近いけど、まっかな、よし、ではじゃあイヤミさん判定ですのでね、判定係となりますのでしっかり見ててくださいね。では準備の方はいいでしょうか、いきますよ、せーの、シェーこれ判定迷いますよね、ちょっとね、イヤミさんいかがですか、今のシェー、お二人のシェーはなんかちょっとさっきの見本とはちょっと遠かった気もするけども、シェーね、では判定、CC じゃない判定いきましょうかね、みやみさん決まりました、どっちの試合が良かったか、まだ決まってない詰め寄られますよ、大丈夫ですか、決まった、 OK、 決まったではみやみさん勝ったのはどっちでしょうか、じゃん、引き分け仲良くしてください、もう2人の
ということでね、まあ、っていうのあ、勝ったの、つば九郎勝ったのね、はい、つば九郎の勝利です、拍手ちょっとしっかりしてくださいよ。じゃあね、あのせっかくなので、ね、最後シェアできるじゃないですか、わかったよ、できる、ちょっとドアラ帰ってきて、あのせっかくなのでね、最後に3人揃ってシェア、ね、最後ね、3人でおお、こらこら、ちょっと危ないから、もう仲良くしないよ、仲良くね、3人でしない、アウトしないよ、3人で最後はシェイをしたいと思いますね、あのよかったらシャッターチャンスですよ、3人のね、シェイを皆さん写真に収めてくださいってことで、ポジションそこでいいのかな、ドアラ後ろに並ぶの、そんな感じ OK なんかいいのかな、それではいきます、3人のシェイいきますよ、3、2、1、シェイ何これ、またこの後の試合の方にもね登場いたしますので、しっかりとみんなで一緒に応援をしていきましょうということで、テレビアニメ「おそ松さん」より伊柳さんでした、はいはいありがとうございました、あれ早かったね、逃げるように行っちゃいましたけれども、さあということでね、あの皆さんと楽しんでまいりました、こちらのステージもねもうお時間が近づいてきました、ここでですね最後にもう一度先ほど踊っていただきましたタマベーに登場していただきたいと思います、タマベー、タマベー登場です、拍手、ああ向こうがぼよぼよしてる、さあということでね、タマベーなんか、ね、メッセージを書いてきてくれましたね、ちょっとそう、ね、あのちょっと田辺まで、田辺ね、あのつかみ取れ世界一ということで、侍ジャパンに向けてのメッセージを書いてくれました、ドアラとつば九郎もですね侍ジャパンに向けて一言メッセージを最後にお願いいたします、ジャパンの J かな、そしてさあそれではね、3人揃って、まあ、そのメッセージもね見せていただきまして、フォトセッションということでキリッとお願いしますね、 OK、 もうちょっと近づいて、そうそうそう、タマベーに近づいて、こっちじゃなくてタマベーに、そうそうそう、 OKOK、 ペン持ってましょうか、ね、これもいらないと、はい、あそれもいらない、じゃあもう少し前の方に行けますか、 OK、 そこぐらいかな、もらいますね、それではまずは正面に向かって、はい、ポーズ、正面に向かって、はい、ポーズ、かわいいね、じゃあこちら側のお客さん、右側の方、そっちもいるけど、ちょっと斜めのがいいかなと思うけど、いいですか、はい、ポーズ、はいね、じゃあ反対側行きましょう、あちらのお客さんにも今日向きすぎだね、ちょっとドアラ後ろじゃない、いいですか、はい、ポーズ、ああ、ちょっとなんか飛んできましたね、球が、
はい、大丈夫ですか？二人とも苦しそうですけれども、なんじゃこりゃなってますね。試合前にちょっと直してもらいましょう。はい、ということで、ステージは終了となります。さあ、いよいよ、この後、まもなく開場時間となりますので、皆さんどうぞ最後まで侍ジャパンを応援してくださいね。それでは、本日こちらステージに登場していただきましたドアラ、つば九郎、そしてタマネーでした。大きな拍手お願いします。ありがとうございました。お越しくださいまして誠にありがとうございます。まもなく開場時間となります。どうぞ皆様最後まで応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。